はい、皆さん、こんにちは。ぎまです。今日ですね、こういうものを作っていきます。はい、タッチデザイナーで、このカメラの動きに合わせて映像が変化するやつですね。インタラクティブアート。これを作っていきたいと思います。こういう感じですね。はい、じゃあやっていきます。よろしくお願いします。じゃあ、この怖いやつを閉じましょうね。はい。で、じゃあタッチデザイナーを開いてください。はい。はい、でこれはまあ、いつも通り消しましょう。はい。でですね、ウェブカメラに反応するので、まずカメラの、デバイス、ビデオデバイスイン、これを使います。こんな感じですね。はい。まあ、これ、内蔵カメラになっているので、これですね。なんか、ウェブカメラつないでいれば、ここに出てきます。で、それを選んでください。よく Mac のカメラなので、ここに、正面の方ですね。につながっています。はい。で、ですね。次が、はい。これを、白黒に一回変換します。モード色。はい、押します。はい。で、次は、レベルを出します。はい。で、ここでちょっと、黒レベルを上げて、この反応しやすいように変えておきます。あと、これ、ちょっと暗い方が、黒と白がね、はっきり分かれている方がやりやすいですね。はい。ちょっと上げておきます。はい。で、これ、わかんない。反対なので、何ですかね。手の向きがこれ反対になるんですよね。なので、作ってみないと分かんないだろうね。これで、X 軸を反対にします。こういう感じですね。はい。これを反対にします。はい。で、次は、そっか。今度は、まあ、今、ウェブカメラの、何ですか、土台みたいなものができたんですけど、この動きにだけ反応するっていうところを作っていきます。まず、キャッシュというものを使います。どこだ?これか。はい、これですね。はい。で、もう一個、リフというものがあるので、これですね。はい、これを使います。で、こことここをつなぐんですけど、よいしょ。はい、もう真っ暗なので、この、ステップサイズとキャッシュサイズ。あったかな?あ、ここですね。キャッシュサイズは別に、そんなに大きくなくて10。で、ここを、マイナス10とかにします。そうすると、後からちょっと映像が遅れて、ありますかね。10フレームなのかな、これは。映像が遅れてきて、で、その差、動いているところで、これが、そこだけ映像が映って見えますね。ちょっと背景が、カメラと後ろの背景近いので、背景もちょっとチラチラしちゃうんですけど、まあ、こんな感じで見えます。で、まあ、この間にもう一本、ちょっと動きが大きいので、これがじゃあ5分ぐらいにして、割ともうちょっとこう細かく動きますね。で、これが作ったのは、これをもう一個作ってますね。こんな感じか。で、こいつは10にして。10とか、まあ、だから2つ取ってるんですよね。ここはまあ大きい動きで、ここはまあその半分、間ぐらいの動きを取って、でそれを一つに重ねてますね。はい、これをじゃあ重ねます。これで重ねていきます。はい。はい、こういう感じですね。こっちの方が見やすいかな。ちょっと暗いですかね。あとにしときましょうか。はい。ちょっと後ろの背景のチカチカも大きくなっちゃうんですけど、これ
ちょっと暗いような気がするけど、はい、これでいきましょうか。はい、じゃあこれでちょっといってみます。はい、で次はこれで白黒だけで動きをとってもね、あまり面白くないので色を追加していきます。色はこの通り、そうですね、よく使うやつなんですけど、これですね。これはでも解像度は高い方がいいですね、重ねるので。はい、で HSV、 違う、こっちか。はい、これですね。これをつないで、でこれは色をつけてあげると、この色がこう、これか、これで変化できる。で、その変化のところを、なんだっけ、はい、何したっけ、ループを、あ、ここか、そうですね。はい、で、これがちょっと大きく早いので、これぐらいにします。で、これだと、-360、あ、0かもしれないか。今は黄色だから、こう、ざーっと変わってきて、そうですね、0から360でいきましょうか。で、これを、8。で、01、あ、マイナス1か。マイナス11が、0から360に変換になります。はい。で、これを棒の中に入れます。あ、どうしまった。これをしてから、こうですね。はい。で、これで変わりますね。で、これを、ちょっと、これ、3つ変わるのかな。どうですかね。あ、これでもいけそうですね。行きましょうか。ああ、ちょっと暗いかな。今、そしたら、ああ、ね、ダメだね、そしたら。じゃあ、ダメ。これにしとくんですけど、もう一個。これを追加しましょうか。で、これが。あっ、ちょっと、あ、違う、大丈夫。ここですね。はい。これでちょっといきますね。これでちょっと暗かったら、ここは、まあ、こういうふうに変えて、こんな感じでいきましょうかね。はい。じゃあ、これで、あとは、これに、フィードバックを追加すると完成ですね。結構すぐに、完成します。追加して、ここは、こういうふうにかね。はい。はい。で、この中にこれを入れます。はい。これだけかな。最初に入れましょうか。はい。はい、これですね。はい。はい、こんな感じで。あ、しまった。これがあるか。これを、キープします。はい。という感じですね。ちょっと暗いかな。ちょっとこれも開けましょうか。はい。こういう感じでできます。動いたところだけ、色が塗られるやつですね。はい。で、これ子供たちの前でやると、喜びますね。で、まあ、暗ければ、やっぱここは、変えてもいいですね。この自身の色が一番というわけではないか。ちょっと背景も加算されちゃうので、ちょっと背景もね、色が出ちゃうんですけど、こっちの方が明るくていいのかもしれない。まあ、ここは、なんか、探してみてください。いろいろと、重ね方はいろいろあるので、どうなるのかな。あ、これ使うんじゃないですかね。はい。それでできました。こんな感じですぐ結構割と簡単に作れます。カメラを使った、
と、インタラクティブアートですね。カメラに反応する映像、作り方でした。はい、じゃあ、最後までありがとうございました。